こんばんは、金利館通りの藤村です。今日はお風呂屋さんの待機室ってどんな感じなの？というお話をします。お仕事の時は女の子たちはみんな個室のお部屋に入って、そこでお客様と過ごすんですけど、それ以外の時間のお昼ご飯を食べる時だったり、お仕事の予約が入っていない時間っていうのは、女の子たちは個室を出て待機室にいるんですけど、これがまあ本当にどこのお店でもほぼほぼ同じような雰囲気になってます。なんかね、待機室作るのにマニュアルでもあるのかっていうぐらい、これはお風呂屋さんでも出張系のお店でも同じです。だいたいちょっと広めの待機室の真ん中にまずドーンってこたつがあって、これはいくつかを横に並べて置いてるので結構ゆったりスペースがあるんですね。座ろうと思えば10人ぐらいは入れるこたつです。で、そのこたつのテーブルの上には女の子たちがお客様からいただいたお菓子がいつもだいたいたくさんあるんですね。だからあんまり予約が入らないような暇な子なんかはいつもですね、その目の前のお菓子にばっかり手が伸びるので、入店してからね、あれよあれよといううちに待機席が大きくなっていくっていう子もたまに見ます。そして思い思いの場所にみんな座って休憩してるわけなんですけど、まあみんなね、接客用のドレスの上にパーカーとかバスローブとか羽織っているので、まあちょっとあんまり男の人には見せられないような色気のない格好かもしれないです。で、休憩してる女の子同士っていうのは仲がいい子がいればおしゃべりしてたり、でも大体はみんな寝てますね。横になって寝てます。深夜とかも出張系のお店で働いてるっていう子もいるので、睡眠を取れる時には取りたいっていう感じですね。あとはひたすらスマホをいじってる子とか、漫画読んでる子、イヤホンをつけてプレステビータとかでゲームしてる子っていうのがちらほらいます。女の子同士で喋る時の内容っていうのは男性方の夢を壊すようで悪いんですけど、アニメの女友達同士みたいにキャッキャしてるわけではなくて、大体がホストの話か整形の話か他の女の子の噂話みたいな下世話な内容がほとんどです。で、お客様の悪口っていうのは意外と思われるかもしれませんが、あんまり女の子同士では話題に出ません。むしろ自分のお客様はこんなに羽振りが良くて自分のことが大好きっていう自慢話の方が多いです。プレゼントに何をもらったとか、いつもダブルで取ってくれて出前とか取ってゆったり遊んでくれるみたいな自慢ですね。で、いじめも意外とあんまりないです。全くないわけではないんですけど、近年では裏でネットで叩いたりするっていうパターンが多いので、わざわざ表立ってはやらないっていう感じです。まあやるとすれば、大体どこのお店にも一人はいる在籍年数がやたら長いけど固定のお客さんが少ない、いわゆる暇なおつぼね様みたいな子が、新人さんが仕事で呼ばれた時に舌打ちしたり大きなため息ついたりっていう、まあちょっとした嫌がらせ程度です。というわけで、たまに男性でですね、僕も女の子だらけの待機室に混ざってみたいなみたいな夢を語る方がいるんですけど、女の子たちみんなキャッキャしてるわけじゃなくて、むしろああもうだるーみたいな空気が漂ってるので、まあ万が一混ざれたとしてもタバコ買ってこいとか言われるだけなので、そんな裏側は見えなくて正解です。ではでは、今日もありがとうございました。お上がりなさいませ。